京都へおいでやす。どうもミスター京都アッキーです。はい、今日はねラーメンのコーナーです。今日は京都のね超人気店食べに行ってきます。その名はセアブラの神。セアブラの神です。聞いたことある人もあんのちゃうかな。それではね、非常に美味しいラーメンなんで、これから早速食べていきます。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。はい、四条大宮のちょっと手前にあるんですけども、ラーメンの背脂の神、ここ行ってみます。ここラーメンの煮干しそば特製。はい、来ました、特製の、背脂煮干しそば。すごいよこれ。それじゃあいただいていきます。あのね、スープはねあっさりしてるんですよ。その周りに強力な背脂が追いかぶさってもうまい。太め、極太と中太麺が選べるんだけど、今日は極太にしました。極太がおすすめみたいなんで極太です。
様出しました。すいません、カメラを出しました。完食、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。背脂の神さん、京都の、ね、人気店です。ここ以外に伏見にもあの店舗があるんですけども、もう見ての通りたくさん背脂が浮いた美味しいラーメンです。スープはね、魚介系なんで意外にあっさりしてるんですけども、背脂が入っていることによってちょうどあの混ざり合っていい感じのスープに。ぜひ来ていただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ハルキンキンジャー、本日も最後までご視聴いただきほんま大きにどす。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。